なんかあったかね。なんかあったかな。そう、俺あれや、あの、ナンバーの駅を、歩いてたら、誰とや。一人で。一人で、ほう。うん、俺一人で。俺一人で。うん。ひょっとして金属バットの方ですかって。警察が声かけられて、男の人。うん。違う。違う、オフの時は金属バットの小林じゃないもんな。一個人小林として行動したもんな、お前は、うん。一個人の小林ですって。お前、金属バットの小林じゃん。ほう。握手してください、言われて。ほう。で、握手して。うん。うん、ほんなら、なんか、その人がさ、うん、あの、大阪で歌を歌ってます。テラ君ちゃう。E.T. キングと申します。えらいこっちゃでお前。えらいこっちゃで。E.T. キングと申しますって、な、どの類のボケなんやろ思って。うん。ほんで、ほんまやったらあれやから。うん。あなんかあ聞いたことありますよみたいな顔だけして。おいって。ああふんわはは。ええでええやん。ええでええの。じゃもう何かがわからんから。いやほんまちゃうかでも。うん。で、そのまま去ってって。ほんなら、後でちょっと E.T. キングのメンバーの顔見れた。おって。おったやろ。俺もなんか E.T. キングにフォローされて震えたんよ。あ、そう。うわぁっバレた思って。センコーって人。あ、名前わからへん。E.T. キングしか読まれんかった。うわぁしばかれる思って。うろついとんな、あれ。で、それ俺ちょっとツイッターでつぶやいたよ。E.T. キングと名乗る者に。ほんまか言って。うん。ほんなら、寺岡さんから。山が動く寺岡さんから寺岡さん、はい、本物やでってメールが来てなんでやなんでなんでそんなことわかんねえやろなんで寺岡さんから、はい、で、この人やろみたいなうん線香でしょうん、読んで、二人おってん糸金、はい、俺声かけてきた方と、うん、後ろで弾いてた方が弾いてるやつもいてんねん弾いてたやつ曲を弾いてんの距離置いてたああで、そっちの後ろにおった方を画像を送ってきて、うん、この人やろ言うて、うん、あ、この人いましたみたいな、うん、なんで知ってんのえ、お知り合いですかみたいな、うん、いや声かけるんやとしたら、うん、この人や思ったんやみたいな腰金さんや腰金さんいや、分からんけどいや、思ったんやえ来て、うんうん、えどういうこといや、でも声かけてきたらもう一人の方で、うん、線香さんって人です、うん、千光さんが声かけたん？ちょっと若い、ノリが分からへん、ノリが分からへん。あの子が喋ったみたいな感じ。ってことは千光さん大ファンやで、みたいな。いや、分からへん。ちょ、なんで普段声かけへんもん。なんで寺岡さんが知ってんのそこをちょっと解決せんと。なんでそんな知ってんって使って。もう。多分あれやねん。寺岡さん E.T. キング大ファンや。嘘やろ。お前とおったらおもろいわろ。大ファンやで。嘘やろ。寺岡さんが？うん。聞くの？知り合いではないらしいから。好きなんや。大ファンやあれ、電波組と E.T. キングファンやねどうなってんのそうなの記載寺岡直樹はいや俗物やからなもう俗物やんそうなそうら